僕は未だに重課金税と言われてますけど。<laughs> 本当ですか。<laughs> えわかりますじゃあ今の気持ち。わかりますよ。わかるかわかりますよね。だんだんそのファッションに関してもなんかこだわりのあるこう一つを買って長く使うみたいなやっぱその買い物をするっていうのがなくなってきたんですよ。だんだん<ー>いいものを長く使う思考になってきて。 じゃあそのお金どここにくのののかとそそなお金がそこであぶり出てきたお金はどこに行くのかとまあエーペックスというゲームにあれいや分かりますよ僕もスキンが出るんですよもうハロウィン限定スキンなるほどね昔シーズン3で出てた復刻のやつとか今日一名キラキラしてるのやめてもう生きがいになってきちゃってでもあれなんですよね強さ変わんないんですよね変わんない 変わらないんですけど自なんですよねただこれは今今やっぱ出るんですよ今スキンが出て買うじゃないですか今はそれを使ってる人多いんですけどじゃあこれが3年後になった時になんだそのスキンはいやもう手に入らないんだよこれですよねこのマウントこのゲームマウントですそうううでですすもも自自の世界ですけど いそれ、まあ、いいですあもしかしたらそのあたりかもしれないですけど <laughs>、うん、北村さんの,あの沼、<laughs> ある僕、マジッカーはま,あまた別ではあるんですけど、まあ、沼という観点でいうとう本当にゲームだったりとかですかねあとはその漫画を年間小説もなんですけど結構、活字を追うていうのは好きで見るんですけど。 漫画アプリなんかはもう78個入っていてあ漫画アプリ僕も沼ですねも<う>全然待てば読めるって書いてあるのに課金してますねそうなんです次読みたくなっちゃった待てば0円っていう下に120円って書いてあるんですけどそれを押すんですよね待てないからなるほど待ってられるかとそういうところでしか大人になったなって思えないなってわかります <laughs> なんかその大人になったなって感じるのってこうまたゲームなんですけどゲームをこう初めて自分で買った時 いつもお母さんにお母さんとかましてやサンタさんとかにゲームって頼むものだったんですよ、僕はおねだりする子供じゃなかったでもそれがなんか自分のお金で8000円とか出してゲームのカセット買ったとき袋を持ったとき真っ青な、あれがね大人になったなっていう全然映画から離れてきましたきまだまだ沼トーク聞かせていただきたいんですけど私のマジカーはもうよろしい 一瞬で話します役者友達とさっき話したようなことなんですけど、まあも北沢ないしはいろんな場所でなんかその傷のなめをしていたんですね、お酒を飲みながら。で、お酒を飲みながらこうなんか、いやこんなことあるよな、こんなことあるよなっていう涙を流すときもあるしあの、失恋ソングみたいな、本当、ざっつ泣ける曲でみんなで泣こうぜみたいな回もあるし。 でこう歌って飲んでって言って外出て朝で食べる牛丼が美味しかったっていうね、うん、それが僕の間近はずっと現場で今の話してました現場でもあの<丼>あの明け方のシーン出てくるんですけど僕その後牛丼食べてますからか牛丼の話しなかったことないですね<か>そうです、ね、僕は必ずねぎ玉牛丼におしんこをかけて食べますんで <laughs> はい皆さんもねやってみてください。はい、以上です。<laughs> ありがとうございます。それが今のあの北村さんの方にこう生かされているということですね、えー。僕の思い返すとあの時は青春だったなと、はいはい、思いますね。ありがとうございます。